こんにちは、シネマプロムナードへようこそ。今回は1934年のアメリカ映画ある夜の出来事をご紹介します。この作品はその年のアカデミー賞主要5部門を独占したロマンチックコメディの大傑作です。ちなみにこの主要5部門を全て制することは1975年の括弧の巣の上でが成し遂げるまで出ないほどの大記録でした。富豪の令嬢エリーはプレイボーイの飛行士ウエストリーとの結婚を父親に反対されていました。気の強い娘に業を煮やした父親のアンドルーズはエリーを海上のヨットに監禁してしまいます。そのやり方にいよいよ反発したエリーはヨットから海へとダイブして脱出に成功。マイアミからニューヨークに向かう夜行バスに乗り込みます。そこに乗り合わせたのが失業中の新聞記者ピーターでした。些細な勘違いから2人は座席を争って大喧嘩します。エリーがゴシップランを賑わせている霊場だと気づいたピーターはスクープを狙います。ところが2人を乗せたバスは大雨で立ち往生し、エリーとピーターは新婚夫婦と偽って安宿の一室に泊まる羽目になります。ピーターは部屋の真ん中にロープを張り、毛布をかけてそれをジェリコの壁と呼びます。所持金が少なくなった2人はヒッチハイクをしながらニューヨークを目指すことにします。いつの間にかお互いに惹かれ合っているのですが、2人とも意地を張って素直になれません。ようやくニューヨーク近郊のモーテルまでたどり着いた夜、エリーはピーターに恋心を打ち明けます。ピーターは無一文では彼女と結婚するわけにはいかないと思い、夜中にエリーを残して一人モーテルを出ます。それは2人の旅行記を新聞社に売って資金にするためでしたが、翌朝目覚めたエリーは彼に捨てられたと早合点し、父親に連絡を取ります。エリーは半ば自暴自棄でウエストリーと結婚することになります。その知らせを聞いたピーターは憤ります。結婚式の当日、ピーターは父親のアンドルーズの元を訪ねて今回の珍道中のわずかばかりの経費を請求します。二人の関係を察した父は彼が本気でエリーを愛しているのかを問いただします。そして結婚を迷っている娘にもピーターへの愛情を自覚させます。父親の助言を受けたエリーは新婦の前で新郎のウエストリーが永遠の愛を誓いますと言った途端に逃げ出して、父親が用意していた自動車に乗ってピーターの元へ向かいます。モーテルでの新婚書やエリーとピーターを隔てていたジェリコの壁はめでたく下ろされたのでした。Oh, you're such a smart aleck. Nobody knows anything but you. I'll stop a car and I won't use my thumb. What are you going to do? The system on my own.以上、あらすじだけではこの映画の魅力を伝えきれないのですが、おしゃれで軽妙なセリフ、キビキビした物語展開、弾むような演出が施されたキャプラ初期の名作をぜひご堪能ください。この映画はロードムービーの元祖としての評価も高く、その後の多くの映画に影響を与えました。同時に後に作られた恋愛映画のほとんど全ての要素が詰まっています。この作品で監督のフランク・キャプラはトーキー5年目にして早くもその技術を完全にマスターし、鮮やかなストーリーテラーとしての才能を全開させています。ぜひこの機会に他のキャプラ作品も合わせてご覧ください。全て傑作、名作であることをお約束します。
すでにご覧になった方はどの作品が一番お気に召したかコメント欄でお教えいただけると嬉しいです。今日の解説はこれで終了です。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。